大学受験一番楽に合格するなら社会科目は何を選んだらいいのか、ここについてお話ししていきたいと思います。プラリスアカデミアの吉村です。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まあ、今回非受験生の人からですねよく、質問いただくんですけど、社会ってどの科目にしたらいいですかみたいなね、まあ、誰しも一回は迷うところかなと、考えるところかなと思います。まあ社会何がいいんですかって聞く人のほとんどはやっぱり結局どの科目やるのが一番楽ですかというかね、コスパよく点数上げることができるんですかっていう趣旨で、ご質問いただくことが多いです。でこういったお悩みに対して、私立文系、国公立文系、国公立理系、この3パターンに分けてですね、それぞれ、うちなりのプラリスなりの結論を出していく動画でございますので、まだ社会何するか悩むなみたいな、そんな人はですね、ぜひ最後まで見てください。さて、まずはそもそも社会科目は何があるのかというところですね、まあ、一旦おさらいも兼ねてお話していきたいなと思います。で、私立文系はこちらですね、4科目から選択します。日本史、世界史、政治経済、地理で、共通テストはこちらの6科目の中から選択します。地理総合、地理探究ってやつと、歴史総合、日本史探究で、歴史総合、世界史探究ですね。で、公共倫理、そして公共政治経済、地理総合、歴史総合、公共と。で、特に共通テストは今年の入試から大きく変わります。地理歴史はですね、今の高2生までは、世界史 A、B、そして日本史 A、B、地理 A、B という形になってたんですけど、世界史 A と日本史 A が歴史総合に、そして地理 A が地理総合になりまして、それぞれ歴史総合、日本史探究で、歴史総合、世界史探究で、地理総合、地理探究の、2科目1セットみたいな形になります。なので歴史の A 科目は近現代の分野になるので、日本史、世界史どちらを選択しても必ず、双方の範囲の近現代史は解かなくてはいけないように変わりました。はい、なので日本史やってるけども世界史についても、歴史総合の方で触れる、逆もしっかりですね、世界史選択してるけど日本史に関しても歴史総合の方で触れるという形になります。で、公共は現代社会がなくなりまして、新たに必修科目の公共というのがね設けられてできました。で、そこに倫理と政治経済がそれぞれ加わった公共倫理、公共政治経済で受けることになります。で、またこれ選ぶ人ほとんどいないと思うんですけれども、新しくなった必修分野すべてを行う地理総合、歴史総合、公共というのも選択であります。で、これらをなんとなく理解した上で、それぞれのですね、私立文系、国公立文系、国公立理系の3パターンの、一番まあ楽なね、コスパよく、進めていける社会科目について話していきたいなと思います。まずはね、一番受験者が多い私立文系から、一番楽に合格できる社会科目というのを発表します。私立はズバリ政治経済ですね。ただこれは楽は楽なんですけれども、経済学部、経営学部は使えること多いんですが、日本史、世界史しか受けられないところも多いです。まあ、楽だからですね。無難なのは日本史、世界史どっちかで受けることなんですけれども、行きたい学部の、大学学部の受験科目に政治経済があるならもうこれを選ぶことでね、一番楽に合格できると思います。で、実際ポラリスの生徒さんでも高3の10月から、入塾した生徒さんが社会を全くのゼロからですね、勉強するときに政治経済を選択して青学、立教というところに見事逆転合格をしました。正直まあ私立文系だと政経以外はそんなにまあ大差ないというか、その労力のところですねないので、まあ政経がない場合は一番やりやすい科目で選んでまあ OK です。特にカタカナ漢字の好き嫌いとかで結構ね、日本史と世界史ってので分かれること多いので、自分がやりやすい方を選んでもらったらいいんじゃないかなと思います。がやっぱり暗記は大変ですね。で、続きまして国公立文系やっていきます。特に共通テストはですね、今年2025年の入試から大きく変わるので、特に不安な方多いと思いますので、こちらも結論出していきます。文系は主に2科目選択しますが、ズバリまず選ぶべきは公共政治経済です。で、9課程の時はですね、主に旧帝大とかの難関大学受験するときに政治経済系使おうと思ったら倫理政経ってことで、倫理政治経済このセットでね受験しないといけないところが多かったんですけれども、新課程では倫理か政経どちらかを選択する形になります。特に公共の内容は政経と被ってるところがね、まあ多いので、公共しっかり学んでおけば政経の勉強にもなると、政経の勉強にもなるということでこちらを選びました。倫理と公共重なる部分がね比較的少ないので、まあ、短い期間で点数取るなら断然公共政経政治経済がおすすめです。ただまあね、倫理好きなんですって人もいると思うので、その場合はそっち選んでも全然いいと思います。ただまあ他の科目に余裕があればってことですよね。はい。なんでそこの優先順位は履き違えないでほしいなと思います。はい。で、そしてその公共政治経済に一番相性が良く楽に合格できるのが、地理総合、地理探究プラス公共政治経済ですね。はい。2科目ってことなんで。なんでまず、地理と政経はですね、内容を被ってる部分もあるので、まあ勉強しやすいっていうのと、で暗記の量で考えますと、日本史、世界史っていうのがやっぱり多くて、その次に、まあ大なりで地理と。で、そして、倫理の方が政経よりも多いという形になってますので、暗記が苦手な人には地理と政経っていうのを選ぶのをお勧めしております。
最後は国公立理系でございます。これもですね、ズバリ言うと文系と同じく公共、政治、経済がおすすめです。いや、結局全部政権なんか書いた話なんですけども、最後まで聞いてください。はい。で、9課程だともう理系は地理。学校の先生のね、判断で、もうみんな地理にしなさい。みたいに、する人もいるぐらい地理って感じでした。で、一般的に暗記量が、まあ、比較的ですね、歴史系に比べて少なく、6から7割ぐらいはすぐに取れるようになると。まあ、ただ、8割以上っていうのを目指すと難しいよ、みたいなね。今までやったら地理を選択していたようなね、皆さんも公共政治経済を取ってみるのはいかがでしょうか。ただし、まあ、学校からの案内で、もう国公立理系は地理で、みたいな決められてしまう場合もあるので、そこはね、もう地理でいいんですけれども、実は公共政治経済いいですよ、と。まあ、今までそうならなかったのは倫理もやらないといけなかったからなんですよね。さっきあった、旧帝大とかのレベルになってくると。なんで、今までは倫理政経と地理とか日本史とかが、これで一つだよっていう風に扱われてたところが政経になるんで、そもそもの勉強する量とか覚える量っていうのがどうしても減ってくると。政経って政治経済なんで、気軽に接してるような分野だと思いますので、頭に入ってきやすいっていうのがあります。勉強のしやすさ、定着のしやすさっていう意味でも、政治経済、まあ、公共政治経済ですね、取ってみるのはどうでしょうか。はい、ということでですね、おすすめの社会科目話してきました。まとめましょう。私立文系におすすめなのはズバリ政治経済と。それで国公立文系、国公立文系におすすめなのが公共政治経済プラス、地理総合、地理探究ですね。そしてラスト、国公立理系におすすめなのが、公共政治経済ということで、まあ政治経済は何回と話なんですけれども、公共プラス政治経済が一番コスパよく勉強できますよということになっておりますし、まあ実用性っていう面でもね、まあ高いんじゃないかなと思います。僕自身は、京大の理系進学したんですけど、日本史を取ってました。まあ、暗記が大変なので、入試で何使おうって考えてる人は、好きなんです、じゃなければ、あんまり歴史ってコスパ良くないんじゃないかなと思います。僕も好きやったんですよ。日本史好きなんでってので選んだんですけど、まあ、そこまで好きじゃなかったなっていう風になったんで、社会科目の選択っていうのは、今のね、この動画では公共政治経済っていうのを、まあ、押しますけど、参考書をね、書店で見てほしいなと思います。で、まあ、いやでも僕は歴史がいいんだと思ってても、覚える量多いなみたいな。一問一答見てもらってもいいですし、講義形式の参考書見てもらってもいいです。とにかく覚える量多いです。地理に関しても、まあ勉強あんまりしなくてもある程度の点数までは取れるけど、その後がっていうのもあるので、暗記の量の少なさ、そして短さっていうところで、こちらのチャンネルでは公共政治経済をお勧めしますので、はい、進路選択や社会科目の選択の参考にしてみてください。また、アボラリスアカデミアでは無料の受験相談実施しております。公式 LINE がですね、概要欄にリンク貼ってると思いますが、そちらを友達追加していただきますと、うちのプロコーチと1対1で無料の相談ができます。 LINE 上での相談も可能ですので、ぜひ活用してみてください。またですね、公式 LINE 登録者限定で案内を送ってることもあります。まあそんなに YouTube で宣伝はしてなかったんですけど、無料セミナーをね、私が特別セミナーやったりとか、またまた個別相談会みたいなものをオンラインとか教室で実施したりとかっていうところの案内も全て公式 LINE で行っておりますので、そういったね、情報をね、取りこぼさないためにも、高校生の皆さん、論理者の皆さん、そして保護者の皆さん、よければ友達追加、公式 LINE の友達追加よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。